またこいつか。 大丈夫。この化け物を倒す。分かった。
出てくるの。どうすれば。トゥービーさん、聞こえますか。トゥービーさん、私たちの村が。パスカル、聞こえる。クソ、機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらくポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定、地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。兄ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃん。これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては、兄ちゃんが、兄ちゃんだけが、全部、消えてなくなる。兄ちゃんを殺すぞ。俺は
数の機械生命体からのエネルギー供給と推測。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃラジが開かない。イブにハッキングして停止させてみる。トゥビー、援護して。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。敵個体が接続されているネットワークは膨大。予測、 9S のハッキング成功確率は低い。推奨、 9S うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。Thank you.
FCS 破損、遠距離攻撃が不可能。分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな、大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにも。データ信号が共鳴し合って、
ちょっと待って、トゥービー。君は。僕、パーソナルデータを機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に、僕が自分のボディに戻ったという。よかった。機械生命体と私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが、今もまだ私の中に残っている。We're gonna shout it loud.
save every one of us, but the truth is that I'm only one girl. Still we're gonna shout it loud, even if our words seem meaningless. It's like I'm carrying the weight of the world. I hope that some way, somehow, that I could save every one of us, but the truth come to life.